Even so, それでも、はい、ヒーラー、INFP は自分自身を信じ、信頼することが難しいと。肯定的で善良なものに深く傾倒しながらも、自分の中に悪があるということを信じるよう教え込まれた彼らは、善と悪、生と俗の問題にある種の魅力を感じるようになると。彼らは純粋さに引き寄せられるが、自分の中に潜む邪悪さを常に警戒しながら罪に夢中になることがあると。そして不純な誘惑に負けたと思うと、償いのために自己犠牲の行為に走ることもある。というのも、善と悪の闘争は INFP のうちにあり、INFP はその問題を公にする必要を感じないからであると。INFP さんに限らずだが、自分のアイデンティティがうまく確立されずに、親御さんと結びついた場合、こうなったのは親のせいと握りしめ続ける場合もあって、それを手放させるのは大変という話もあります。はい。はい、わかります。孔子のせいですよね。儒教なんて持ち込むから、はい、国を保つのにちょうどいい。はい。はい、ゆっちさん。周囲の環境が白鳥だったら白鳥でいられるけども、周りがアヒルでその中で白鳥なのにアヒルを演じなければいけないのが辛いのかなと。そうですね、醜いアヒルの子だと美しいと言ってくれる人もいるかもしれないけど、それまでの周りと違うとこ、周りとは違うっていうことが自分が美しいと思う枷になるということもあるかもしれない。なんかあなたおかしいよって言われ続けるって感じじゃないですか。で、おかしいよは褒め言葉で捉える人もいるわけじゃないですか。でもその、はい、例えば子供の時ですよ。ああ、なるほどね。兄弟がいて、はい、ちょっとあなたばっかりみたいな感じで、はい、あなたおかしいよ、お兄ちゃんたち見てごらんなさいみたいなことを言われ続けたとしたら、もうおかしいおかしいってずっと言われ続けると褒め言葉にはならないですよね。でそこでちょっと差別でも生まれたりしたら、特に差がね、はい、学校とかでも、ああまあ、はい、先生とかにあなたちょっとおかしい、まあ、心ない、はい、まあ、子供残酷ですしね、はいはい、そうで INFP がおかしいを褒め言葉で受け付けますかねそうですね個性ですけどね、それって。まあですよ。で時々に尖ってるわけじゃないですか。でそれでその感性、はい、まあ面白い、うまくいけばいいとは思うんですよ。そうですよね。学校に行ってちょっとお前来るなとか言って言われ続けたら、ああそれね、そうですね、はい、そんなこの INFP さんがね、ヒーラー、このヒーラーが物事を評価し決断する際、倫理よりも直感に従うことを好みますと。美しいもの、醜いもの、いいものと悪いもの、道徳的なものと不道徳的なものに反応します。印象は流動的でグローバル、拡散的な方法で得られますと。比喩は自然に出てくるが緊張することもあります。この象徴を想像するだけでなく、それを解釈する才能もあるため、情緒的でポエム的な文章を書くことが多い。論理を意図的に自由に使う傾向もあり、それは合理主義者と異なるとあります。論理は任意であると信じている。あ、自由に使ってるけど、はい、うん、それを信じるかどうかは任意ですと、っていうことですよね。任意、はい、論理を意図的に自由に使う傾向があるが、うんうんうん、それは任意だと、うん、あ、彼女の中でどっちでもいいと思ってるってことですかね。もしくは、はい、要は NT の人って、うん、論理絶対強じゃないですか、はい、ただこの人は INFP さんは論理を使ってるけど任意だよと、はい、信じるか信じないかは、かはまあ別に、はい、どっちでもいいよぐらいですかね。またあるテーマについて不当に詳しいと思い込んでいるところもあり、印象論的な言い方をすればそのことなら何でも知っていると思い込んでいますと。物事を白か黒かのどちらかで見る傾向があり、
偶発的な事態に焦りを感じることもあります。このヒーラーさん、仕事ではヒーラー INFP は順応性があり、新しいアイデアや新しい情報を歓迎し、人とその気持ちをよく理解し、多少の遠慮はあるものの、ほとんどの人とうまく関わることができます。電話による中断を嫌い、一人で仕事をするのが得意です。複雑な状況には忍耐強いが、日常的な細部にはせっかちであると。事実を誤ることもあるが、感情を誤ることは滅多にない。 INFP の職業選択は、聖職、宣教師、ソーシャルワーカー、図書館研究、家庭教師、児童カウンセリング、人文科学系の大学教授などに向かう傾向があり、ビジネスからは遠ざかっています。 INFP は専門的な仕事に必要な訓練を受けるために学業に専念する能力があり、高校時代よりも大学時代の方が成績が良いことが多い。学問的な活動にも自然な興味を持ち、他の NF と同様、言語能力に優れています。彼らはしばしば他人を助けるために世界に出ていくようにという呼びかけを聞き、その呼びかけに応じるために、たとえ愛する人に同じようにするように頼むことになったとしても、個人的な犠牲を払う用意があるようだ。青年海外協力隊でしたっけ。お医者さんで行ったりしますよね、海外に、はいはい、ソマリアとかアフリカとか、はいはいはい、僕医者だったら絶対行かんよなって思うんですよ、はい、もう麻布ですよ行ったことないけど、はい、でもまあそういう人なんでしょうね。で想像しましたけど、まあわかんないですけどねすいません、はい、僕のイメージです、はい、尖っていると世間に合わせにくいので、なんとも、そっか、はい、その自分の尖ってる部分を、あ、見にくいアヒルの子がそのとんがりをどう見てるかどうかわかんないですけど、その尖り方もあるわけじゃないですか、はい、みんなにすげえって言われる尖り方だったら、はい、どうだって思われるかもしれないけど、はい、なんかこうみんなにこう疑われるような尖り方だと、あ、とんがってる部分がね、はいはい、まあ、そういう感情は INFP さんは間違いなさそうですけど、はい、あ、そういう感情は間違いなさそうっていうと、嫌われるみたいな、とんがってる部分を出して、はい、はい、でそうすると、まあ、我慢するんじゃないですかっていう、そうなんですよね、はい、我慢してますもんね、合わせて自分のニーズをね、はい、そしてこのヒーラー INFP は、先ほどは仕事だったので、ここはパートナーですね。 INFP はヒーラーは配慮との誓いますの誓い、はいはいはい、誓いに深いコミットメントを持ちます。パートナーに対する忠誠心は強く、より良い環境を求める夢を抱くかもしれませんが、忠誠を誓ってるんだけども、うん、もっといいっていう方に思いを寄せることもあるかもしれないが、そっちに踏み入れるとすぐに問題に直面します。彼らは調和の中で生きることを好み、人間関係の衝突を避けるために努力をします。パートナーの感情に敏感で、喜ばせることを楽しみますが、興味や愛情をオープンに表現することが難しい場合があると。この醜いアヒルの子は、はい、相手に合わせちゃうんですね。相手の気持ちを優先するって感じ、一体感のために、はい、でこの INFP は夢にしがみつき、理想化された結婚生活のイメージと現実の生活との折り合いをつけることが困難な場合がありますと。最高の時でも過度の結婚の幸福を恐れているようです。現在の幸福は将来の犠牲と引き換えになるのではないかと心配しています。悪魔は代償を要求するというほぼ無意識の信念は、 INFP が結婚するときに不安感を与える可能性があります。常に侵略に備えねばならないと感じ、幸福の中でリラックスすることが難しくなることがあるかもしれませんと。なるほど。理想を求めるとギャップが生まれて、はい、なんか闇落ちしそうになって、はい、じゃあその理想を諦めて、
また諦めてる、はい、っていうムーブなんですね。そんな感じじゃないですか。でこっちを求めると、いって思ってですよ、悪魔に 代償を欲求されるって、はい、なるほど、はい、この控えめで物静かな INFP、 これは支援者とこの言ってます。この支援者は家と家族の強い保護者であり、まさに彼らの家は城と言えるでしょうと。親として子どもの幸福に献身的に尽くし、大きな共感と適応性を持って接しています。日常生活において INFP は柔軟であり、パートナーの規律の考え方にも従う傾向があり、一緒に生活しやすいタイプですと。合わせてくれますからね、我慢して。彼らは子供たちに家族の決定権を与えることも多いが、自分たちの価値観がそれは侵されるまでですと。その場合、まあ、侵された場合ですね、彼らは頑固になり、理想からその立場を譲りませんと。支援者である親との生活は長期間にわたって穏やかに進みますが、理想を踏みにじられると彼らは抵抗し主張するでしょうと。なるほど、INFP は嫌われたくない、否定したくない、それにつけ込まれて良いように振り回されてる人をよく見ますと。僕やっぱりあんまり人見てないな、そんなに。なんか自分をずっと上から見てるような気がするので、はいはい、その気づきはないです、人に対する、うん、でもどこかで割り食ってる人はいるんでしょうね。まあ、割り食ってると思ってるみたいなとこですよね。体調に話すとね、全部こうやってね、シュルシュルって体調の返しが返ってくるんですよ。はいはい。僕は何とも思ってないですよって。違うと。体調も一緒に見ましょうよ、この INFP さん。一緒に見てますよ。とらわれですよね、とらわれてますよねって話ですよね。はいはい、そうなんですけど、はい、言ってしまえばそうなんですけど、はい、ずるいんですよ。何がですか？こっちはね、NF、この4、はい、4タイプはね、はい、こっちは理想を見てね、はい、はーって心を痛めてるのにね、はい、みんなのための理想なんですよ、これ、はいはい、みんなのために心を痛めてる NF がいてね、はい、なんで君は痛めないんだ。なんで痛めるのかが分からないですもんね。って思うんですよね、うん、よし、別に苦労してないじゃんって思いますもんね。ん？なんかこの自分の価値観で苦しんでるだけで、はい、現実的な苦労はそんなにしないじゃんって。同じだけご飯食べてはいはい、寝て、はい、テレビ見てやってますからね、はいはい、そっか、はい、結局、まあ、NT さんにも言えるんですけど、全部頭の中ですもんね、はい、頭の中な感じがします、この理想との、はい、ギャップで苦しんで生きづらいって言ってるみたいな。そうそうで多分 SP も SJ もなんでそんなことで苦しんでるのみたいな、受け入れてる感じはします。ご飯食えてんじゃんみたいな、はい、なんか問題あるのみたいな感じで見てるんだと思います、うん、SJ さんも受け入れてる感はあります、はいはい、やることやったしって、はい、で、ま、別に生命の危機なんか感じてないでしょ、はい、みたいな。確かに。別に子供学校行けてるでしょみたいな。まあ、貯金2000万とかはないですけど、はい、老後に必要な、はい、なくてもまあなんとかなってるみたいな、なんとかなるだろうとも思って、はい、なんかこれが INFP さん分かって、はい、この話を聞いてね、はい、あそうだと、うん、その通りだ、はい、ってなったとするじゃないですか、はい、なんかアドバイス的なものってあるんですかね。よくエニアグラムだと手放せじゃないですか、はいはいはい、で健全度があるよみたいな、はい、で健全度が高くなるともうタイプの差なんてなくなっちゃうんだよって、はい、でも多分こっちも同じような感じですよね。多分そんな感じだと思いますよ。いや、やりたいことをやって楽しくやってるよっていう姿、はいはい、いやこれってやりたいことをやってないって思ってるからみんな苦しいんですもんね、生きづらいっていうのって。やりたいことをやってないと思ってるし、はい、なんていうんですかね、まあ、理想が高いわけじゃないですか、うん、で本当はそれをやってるよっていう話も分かるんですよ。で理想が高いから諦めてるっていう部分もまああるとは思うんですよ、その差にね、はい、愕然としてるんですよね、愕然としてはって、はい、でそこで生きづらいみたいな、うん、